本日お忙しい中お集まりいただきました皆様、誠にありがとうございます。今日このグラウンドでプレーするためにお集まりいただきました選手、OB の皆様、誠にありがとうございました。そして今日この日のためにお忙しい中試合を開催するに至るまでご尽力いただきましたスタッフの皆様、誠にありがとうございました。松田直樹が愛したサッカー、今日改めて素晴らしいなと思いました。彼は大好きなサッカーをずっと続けてきました。その続けていく中で出会った多くの方々に励まされながら一生懸命歩いてきた、そんな中で多くの胸を得たんだと思います。今日これだけの声援が上にいるのか下にいるのか、この辺をさまよっているのか分かりません。松田直樹に届いたんじゃないかと思います。すいません、硬いのやめます。直樹は本当にみんなと会えたことを喜んでると思います。直樹のいたずらです。こういうやつなんです。チームスタッフの皆さんもピッチ上へお集まりください。見たよ。